いいね。続いてやってきたのは青葉区宮町にあるカレー専門店プリー。こちらのボブさんも無類のカレー好きだそうで、カレーと同じぐらいの幅を使ってご主人の紹介が書いてあるんですけれども、はい、まあ、海外はまあ インドとか、まあ、カレーで有名なところとかですね、バングラディッシュ、タイとか、まあ、それぞれあのまあ個性的なカレーだなと思って、うん、やっぱりカレーは文化だなというふうに感じましたね。そんな世界のカレーを食べ歩いたボブさんが店で提供するのは、新鮮な野菜の旨味が凝縮された野菜とチキンのカレー一品のみ。すごい細かく刻んである野菜がちゃんと食感も残った状態で食べられるんですね。一食で、お野菜 250g 分ぐらいは。そんなに、はい、このスパイスももう目で見えますもんね。まあ、噛んだ時にこう口の中でスパイスがこう弾けるような。いろんなカレーを食べ歩いてきたボブさんがたどり着いたのがこの野菜とチキンのカレーなんですね。そうですね。毎日食べても健康的ヘルシーで、あとまあ食べ飽きないっていうのがポイントかなと。ところでちょっと私最初から気になっていたことがありまして、はい、ボブさんの目一切見えなくて、はい、もう自分が完全に反射しているので、これもこの世界いろんな国を回ってきた結果。やっぱり玉ねぎが目にしみるじゃないですか。単純に私の目が痛いっていうことです。なるほど。いいでしょう。